はいどうも、プレスの T です。今日はですね、夏休みに向けてというところでお話していこうと思います。ちょうどね、ゴールデンウィークが終わって、ここから夏休みに向けて勉強していかなきゃいけないわけですけれども、何やっていいか分かんないという人結構多いと思うんですよね。というところで今日はですね、夏休みに向けてどんなことやっていったらいいのか、このことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあ早速見ていきたいんですけれども、ここから意識していきたいのはアウトプットですね。やっぱりね、インプットするだけじゃなかなか知識っていうのは使えるようにならないんですよ。で、まあ、これまではね、さすがに入っている知識っていうのが少なすぎるので、問題を考える材料っていうのがなかったわけでどうにもならなかったんですけれども、ゴールデンウィークまでね、しっかりと勉強してきた人はある程度知識って入ってきてると思うんですよ。で、まあ、もちろんね、まだまだ全然足りてないと思うので、今後もインプットっていうのはやっていく必要性あるんですけれども、今の足りない知識でいかに正当に近づくまで頭を使って考えていくか、これが非常に大事になってくるわけですね。じゃあこれをどうやってやっていくんだって話ですけれども、おすすめはセンター演習ですね。これ別に共通テストを言い間違えてセンターって言ってるわけではなくて、共通テストではなく、あえてセンター試験の問題を解いてみましょうと、そういう話ですね。これなんでこんなこと言ってるかって話なんですけれども、共通テストとセンター試験の大きな違いって皆さん意識してますかね？共通テストっていうのはですね、先ほど言ったように思考力っていうのをまさに問うような問題っていうのは結構出題されるようになってるわけですね。で、大きな特徴としてやはり読む量が多いと。で、結局のところいろんな情報っていうのを頭の中に入れて、それを整理して出しましょうみたいな力が問われているんですけれども、ここでやはり大事になってくるのは読解力ですよね。で、この読解力っていうのは、皆さんが今までインプットしてきた知識、これだけではちょっとまた話が別なところになってしまうので、太刀打ちできないっていうことになってしまうっていうケースがあるんですよ。で、もちろん最終的には共通テスト対策っていうのをしなきゃいけないんですけれども、現段階でアウトプットをするって言った時に共通テスト対策をしてしまうと、少しね、ハードルが高いっていう人も中にはいるんですよね。っていうところで、ちょっとまだ実力的に自信がないなっていう人は、あえてセンター試験の過去問っていうのをやってみてほしいんですよ。センター試験の問題っていうのが思考力を問わないかっていうと、そういうことはないんですけれども、もっとね、センター試験の問題っていうのは素直なんですよ。今まで習ってきた知識っていうのを普通に使っていって、で、頭を使って答え出せばこういう形になりますよねっていうところで、あまり読解力とかっていうのが必要なかったりする部分結構あったりするんですね。例えば英語なんかが非常に分かりやすいんですけれども、ザ・文法問題みたいなのがセンター試験だったら出たりするわけですよ。で、こういった演習っていうのはですね、まあ、それこそ共通テストには出ないから意味がないっていうふうに言う人もいるんですけれどもね、無駄っていう考え方もあるんだけれども、やはりね、知識を整理するっていう意味ではそういう問題を解く意味って結構あると思うんですよ。で、さらに言うとですね、私立を受ける人っていうのはセンター試験の問題演習っていうのは結構役に立つっていうケースが多かったりしてですね、やはり私立っていうのは未だにああいった、まあ、文法問題みたいなのが普通に出てきたりする場合もありますし、もう数学とかでもね、非常に分かりやすい問題が出たりするケースって多かったりするので、まあね、共通テストっていう対策をするのももちろんいいんですけれども、まだまだセンター試験の問題っていうのもね、価値があるものなので、そういったものもね、ぜひ取り入れてみるといいんじゃないでしょうか。で、ここからはですね、少し科目についても触れておきたいんですけれども、今まで話に出してきたのって英語と数学ですよね。で、じゃあ理科とか社会とかどうするんだみたいな話あると思うんですけれども、まあ、理科社会に関してはですね、少し学校に専攻するぐらいのペースで、そこまでまだまだ演習とかっていうのに力入れなくても大丈夫です。やはりね、夏休みっていうのが理社には一番ね、向いてるっていう時期だったりするので、今の段階ではしっかりと英語と数学っていうのに力を入れておいた方がいいと思います。で、英語と数学っていうのを力を入れるって言った時に、やはりね、しっかりと問題演習、センターの演習しましょうっていうような話をしてたんですけれども、センター試験の問題でだいたい8割ぐらいっていうところをまあ目標にやっていくといいんじゃないでしょうか。まあ、センター試験で点数取れててもしょうがないだろうと思う人もいるかもしれないんですけれども、まあ、先ほど言ったように全く無価値ってわけでもないですし、問題形式が違うって言ってもですね、センター試験でまあ8割取れてれば大体7割ぐらいは取れるんじゃないかと個人的には思うんですよね。で、そういったところっていうのが、そもそもセンター試験で点数取れてないってことは、何かしら重大な欠陥っていうのがあるはずなので、まずはそこを漁ってみると。結局ね、やっぱセンター試験の問題っていうのは、もうまさにここ効いてるよねっていうのが非常に分かりやすかったりするんですよね。ということは、センター試験の問題をしっかり解いた時にですね、ここ取れてないよっていうのが分かったら、その分野が弱いってことがそのまま返ってくるってことなので、そこは謙虚に受け止めてね、あ、この分野分かってないんで、じゃあもうちょっと深掘りしようってところでしっかりとインプットっていうのをやっていく、まあ、こういうふうにやってですね、アウトプットとインプットっていうのをうまくね、ループ回して勉強していくといいんじゃないでしょうか。で、最後、国語になるんですけれども、
国語はね、まあ、皆さん思ってる以上に結構重要な科目になってくるわけですね。まあ、古文漢文といってのは古典は一回置いておいて、まあ、これはほぼ外国語なんでね、英語と同じような勉強法をやっておいてもらえればいいんですけれども、やはりね、現代文っていうのはかなり重要になってくるわけですよ。やっぱり読解力っていうふうに考えた時に、それのベースになっているのは何かっていうと現代文になりますよね。なのでこの現代文対策っていうのをしっかりとやっておくかどうかっていうので、共通テストの点数って大きく変わってくるんですよね。っていうところで現代文っていうのをしっかりとね、ここからまた力を入れてやっていきたいわけですけれども、皆さんどんな風に現代文やっていきますか？なかなかね、現代文対策っていうのをちゃんとやってるっていう人は少なかったりするんですけれども、皆さんね、現代文の問題を解くときに要約っていうのを意識しながらやってほしいんですね。まあ、要約って何か分かりますよね。要は文章を読んで、その文章で一体何が言いたいのか、でこれを何時でまとめましょうみたいなのあるじゃないですか。これを全ての問題でやってほしいんですよ。これやるだけでだいぶ結果って違ってくるんですよね。じゃあ具体的にどういう風にやっていくかって話なんですけれども、まず現代文の文章を読みますよね。まあ、別にこれは共通テストでもセンター試験でも何でもいいんですけれども、とりあえず文章を読みますよと。で、文章を読んだ時に問題を解く前にですね、一回要約っていうのを先に挟んでほしいんですよね。少々内容的にはしょぼくても構いません。とりあえずやってみるっていうのが大事です。で、一回文章の要約っていうのをしてみて、多分こんなことが言いたいんだろうなっていうのをまとめてみる。で、その要約をもとに問題を解いてみてほしいんですね。で、そういうふうなことを何でやるかって言った時にですね、自分でその文章の要点をちゃんとつかめているか。で、結局のところですね、問題出てきているところって文章の重要なところっていうのはしっかり抜いてきてるわけですよね。ここの部分ちゃんと理解できますか？これが理解できてないとこの文章を理解したことにはなりませんよっていうようなところをちゃんと抜いてきてるわけですよ、問題の方でね。っていうところなので、一回要約をして、それから問題の方をチェックすることによってですね、ちゃんと自分が正しいところにフォーカスして文章読めてますかっていうのが分かるわけですね。これね、初めての人にやってもらうと本当になんか的外れなところを抜いていて、いやそこ全然重要じゃなくねみたいなところを抜いてるわけですよ。で、それをもとに問題解こうとって当然解けませんよね。で、最初はそれでいいんですよ。で、あ、なるほどねと、自分が目つけてたところでちょっとやっぱおかしかったよねっていうのがなんとなく分かってくると思うので、それをね、どんどん繰り返しやっていくと。で、これ一人でやっていくのがなかなか難しいっていうんだったら、先生とかにですね、この文章のちょっと要約をしてみたんで、ちょっと一回チェックしてみてくださいというようなところで先生に投げてみればいいんですよね。こういうことを言うと、なんか先生忙しいのに手間かけさせるのもなとかっていう人中にはいるんですけども、まあね、そこはもう気にせず先生どんどん使ってください。結局のところですね、やっぱ先生っていうのは生徒にいろいろとね、頼ってもらうと、まあ、嬉しい生き物なんで、なんだかんだ言って、まあ、忙しいなとかで変な顔する人も中にはいるかもしれませんけれども、基本的にはもうどん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 持っていく。で、そういうのも学校のサービスには含まれているので、積極的にやってみてください。どうしてもやっぱ先生に言うのはなんか気が引けるなっていう人は、友達同士でこういうふうな勉強をやってみるのも結構効果あると思いますよ。みんなで一緒に同じ文章を読んでですね、でそれに対しての要約っていうのを出してみると。で、これね、意外とまあ見てみると、いやお前そこかよみたいな話で結構盛り上がったりするんですよ。っていうようなところで、まあ、そういったね、友達との競争っていうのもやっぱりやる気っていうところにはね、結構影響してくる部分あったりするので、まあ、ぜひ皆さんもね、友達と競争しながらですね、お互いに高め合っていくっていうことをやってみるといいんじゃないでしょうか。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ、やっぱりね、夏休みに向けてとにかく最初にやっておかなきゃいけないのは国語と英語と数学ですよ。理科社会、まあ、もちろん大事なんですけれども、進度的にはね、かなり遅いと思うので、まずは学校の授業っていうのをベースにして、そこから少し先行してやっていくぐらいの感覚で大丈夫です。で、しっかりそれはね、夏休みの方で対策すればいいので、しっかりと今はとにかく英語と数学、国語、この3つにちょっと注力してね、焦る気持ちもわかるんですけれども、しっかりと勉強しておいてください。特に現代文ですね、こういったところで読解力っていうのは今のうちにしっかりとつけておくと、やっぱりね、こっから先の伸びっていうのは全然変わってくるので、まあ現代文難しいなって思ってる人多いと思うんですけれども、今日言ったようにね、まずは文章の要約っていうところから始めてみるといいんじゃないでしょうか。というところで今日はこの辺で終わると思います。お疲れさんでした。さよなら。